お隣韓国さんが世界から孤立しちゃったのではないかと気づき始めたようです。記事と韓国、日本の反応を見てみましょう。米議会が最近、中国牽制法案である戦略的競争法2021の草案を公開した。同盟外交強化部分に他の国と一緒に韓国が言及されただけで、韓国という言葉自体ほとんど登場しない。米中間の韓国の綱渡り外交によって、米国の対アジア戦略から阻害されたのではないかという指摘が出ている。ロバート・メネンデス米国上院外交委員長、民主党は、8日、米上院外交委員会のホームページで、共和党上院議員と共に、この法案について超党派的合意が成立したと述べた。それと同時に、この法案が、米国が今後数十年間、国と国際権力を動員し、様々な方面で中国と競争できるように保障すると強調した。この法案には、インド太平洋地域での米国の影響力拡大のための予算支出、軍事力の集中などの内容が盛り込まれている。具体的には、2022年から4年間、地域の外交・軍事支援に6億5500万ドル、海上安全保障支援の4億5000万ドルを支援する内容が含まれた。中国新疆ウイグル地域の人権弾圧問題、香港の民主主義の抑圧などへの言及と支援策まで整理されている。韓国と関しては、日本やオーストラリアなど他国と比較して比重が少なく、より大きな役割を任せられるように調整しなければならないという言及が目立った。最近の雰囲気が反映されているという評価が出ている。韓国の戦略的曖昧さと綱渡り外交が、ややもすると米国の対中戦略から離脱するという誤解を招くことがないかという懸念の声も上がっている。韓国経済社会研究院のシン・ボムチョル外交安保センター長は、最近の韓国の綱渡り外交について、米国は韓国の離脱を懸念するだろうとしながらも、今回の法案で同時に韓国にもう少し役割を担ってほしいと要求したようだと説明した。それでは韓国さんの反応です。確実に親米しなければならない。戦略的曖昧さは利益を逃すだけだ。中立外交じゃなくて親中外交じゃない。今回チョン首相もイランを訪問していたし、その部分も理解できない。イランといえば代表的な親中国家で悪の枢軸じゃないの。仲間外れ国家になったことが本当に恥ずかしい。中国は明らかな人権侵害国家だ。私たちの外交は傲慢な中国側によって中国に利用されてはならない。中国と米国二大国家の間で柔軟かつ綿密に韓国の外交的、経済的、軍事的立場を判断する必要があります。これはどんな政府だとしてもたやすい問題ではないと思います。両国を大切にしながらこの問題を解決していけるといいですね。中国への経済的依存から抜け出すために、輸出市場は東南アジア、中東に向かって拡大した方がいい。軍事的、政治的には米国側に立つ基調で揺れない方がいい。中国に近いと言っても、中国は北朝鮮に関心をより持つしかないため、中国とは距離を置いて引きずられることがないように強く実利的な外交を展開すべきだ。なんでこの国は中国に従おうとするんだ。 DNA でも操作されてるんじゃないか。大韓民国がどういう立場にいるのかを知らないんだな。中国や米国にとって韓国は絶対的に重要な国だ。マスコミという存在は個人の YouTuber 以下だな。実利的にも正当性を考えても、現在の大韓民国は米国との関係こそ重視しなければなりません。そもそも中国は対話が通じる相手ではありません。ムンジェイン外交は米国と離れて日本が北朝鮮よりも悪い敵国のように考えている。この外交は完全に共産化への道であり、これが続けば国際社会での落伍者になる。いち早く国民のためを思ってくれる指導者を選んで、国益と国民を大切にする政治と外交ができるようになった方がいい。
それが本当に重要なのであれば、なぜ、米国を除いて、たったの3カ国しか参加していないんだ？無条件に参加しなければならないという人間は、追従する対象が違うだけで、国が滅びようとも、中国との義理を果たさなければならないという親中派と、どこが違うというのか？国際社会での韓国を振り返ってみると、いじめは、理由もなくいじめられているのではなく、自らが招いている場合が多かった。私は、韓国人であることが、最近恥ずかしい。それでは、日本の反応です。違うよ。世界が韓国から孤立してるんだよ。けんちゃなよけんちゃなよ。ムーンを選んだ韓国国民が、一番アホってことに気づいてないもんよ。世界からついに孤立。みたいなの最近多いけど、中国以外に特別親しくしてたとこ、あったっけ？韓国は、世界から注目の的。みたいな妄想してたからかな。協力プロジェクトとかも、やり遂げる前に頓挫するし、韓国を信頼して仲良くしてる国なんてあった？それでも、中立、中立と叫び続けるのだろう。どんどん単へと追いやられていくね。主要国の中で、韓国とあえて仲良くしようと考えてる国ってあるのか？今更気にしても、すぐ忘れるだろうけど。最後まで戦うのだろう。韓国人は優れた民族みたいだから、弱音を吐くな。すべてのものを自分たちで生み出せ。韓国人は世界情勢を知らなすぎる。世界は確実に社会主義側と資本主義陣営に仕分けされ始めた。どちらにつくか、明確に手を挙げなければ淘汰されるだろう。中立なんて許されない状況になりつつある。ということで、今さら何を言っているんでしょうね。韓国さんのコメントでは、今回に関しては、米国側にといった感じのコメントが多かったようですが、どっちか片方につくのはダメだとか言ってるコメントも結構ありますよね。最近では、米国から韓国のクワッドプラス3回の言及があったと日本が報じたことに対して、そんな事実はないと反論していましたが、それって、韓国は米国から見捨てられてるんだぞって反論しているようなものですよね。何でもかんでも、日本の報道に対して反論したいのかどうなのかわかりませんが、米国から誘われたのに断った、もしくは保留しているというより、そもそも誘われなかったという方がどう見ても惨めだと思うんですが、韓国さんはそうは思わないんでしょうか。肯定も否定もせず、黙っていた方が良かったんじゃないかと思うんですが、とにかく日本に反論したい韓国さんは、わざわざ反論して恥をさらしたって感じになっちゃったようですね。韓国さん、ムンさんについて、いろいろ文句を言っていますが、当然韓国さんは、次も似たような人物を大統領に選ぶんですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。